ッドフィルダーは10番の中村、24番先ほどチャンスを作った本山、13番オープニングシュートの酒井、そして8番が司令塔の小野、12番この日本ラウンドから入りました遠藤です。フォワードは9番香港ラウンド無得点、爆発が期待される柳沢、そして19番香港ラウンド7得点ラッキーボーイとなりました吉原です。そして日本のサブのメンバーは小針、戸田、古賀、市川、服部、平瀬、山下です。柳沢が中にボールを送るヘディングシュート入ったゴール、吉原一次予選通算8点目、日本早くも先制しました。前半2分を回ったところ、見事柳沢から吉原康太、吉原康太一次予選8点目、ヘディングシュートで決めていきました吉原康太。練習にもうまくいかないぐらいのフォーメーションですね。はい、ご覧いただきましょう。中村の素晴らしいパスね、もうこの辺りからもう入りそうっていう、そういう感じがしましたね。ただいまの得点は後ろからスーッと出てきました中村俊輔が後ろからパス、時間は3分でした。この辺り中村の視野の広さというのも素晴らしいですね。素晴らしいですね。柳沢のパスもやっぱり、はい、褒めなくていけないと思いますね。そうですね。それとこの国立競技場の素晴らしい芝生のおかげもあったじゃないかなと思います、はい、ボールが非常にうまくコントロールできるんですね、はい、日本オリンピック代表が早くも取りました。香港ラウンドでは4戦連発と7得点分かったんですが、この時の前半のスコアが6対0でした。この時には13点、日本の国際試合史上歴代2位の得点でした。さあイーブスが通った。さあこの左足のシュート、キーパー足に止めた。コースをついたシュートだったんですが、ゴールキーパーの右足が小野のゴールを阻みました。これももらうタイミング、中村の出すタイミング、はい、これハーフ同士じゃなくてなんかハーフとフォワードみたいな感じがしますね。本当そうですね、はい、さあ日本はこれからコーナーキックになります。この小野と中村、お互いの良さを、ユース代表では南や榎本の影だったんですが、オリンピック代表で最近は出場経験が増えています。中村俊輔から、さあ右に開きます。柳沢、中に折り返す。吉原、これはキーパーの正面。しかしいいシュートでした。いやここでも中村俊輔からのパス、そして柳沢の人原は、香港ラウンドの初戦のフィリピン戦で、後半だけでハットトリック。そして今は見事にスタメンの座を射止めましたからね。そうですね。石川がね、非常に騒がれて、はい、フランスのワールドカップ行って、それから非常に天命した、ね、さあ中村俊輔から柳沢シュートを打った。股間を抜こうとしましたがキーパーが抑えています。17番の平瀬、さあ平瀬、フォワードの平瀬、この辺りは当たりにも強い。さあちょっと落ちたところ、8番の小野にボールを任せます遠藤です。ミドルシュートが